12球団最後のレジェンドを発表します。異論は認める。中日は岩瀬じゃない。さすがにおかわりはレジェンド枠でもええやろ。阪神屋根木でええやん。横浜いなくて草。横浜は佐々木やろ。ヤクルトは古田やな。柳田は松中よりすごいよ。球団別かつ最後のって条件だとのももダルビッシュもいないんだな。佐々木がロッテ最後のレジェンドならオリックス最後のレジェンドは山本やろが。でもこの調子やと佐々木はマーの通算勝利数と生涯勝率超えられなさそうやな。こうかな。斉藤とかすでに山本由伸に抜かれてるだろ。年代的にも阪神は金本でええやん。坂本が入るなら阪神は中野だろ。坂本超えたし。これで決着らしい。レジェンドの定義が決まってよかったね。納得。巨人のレジェンドがヤバい方のレジェンドで草。中日って和田はレジェンドにならんのか。セーブ扱い。これが正解ね。 MLB でやってないとレジェンドちゃうから。横浜は斉藤隆。斉藤隆の MLB 成績勝ちですごいんよね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。